2023年が始まって5日が経ちました。あの人気者は今日が仕事始めです。高橋市にある備中松山城の猫城主三十郎が初詣とともに今年の仕事始めに臨みました。今日から初仕事ですけどどんな気持ちですか？この日を待ってたにゃんと申しております。袴を身につけた三十郎が観光協会の職員とともに訪れたのは高橋市の備中高橋稲荷神社です。今年も城に多くの観光客が訪れるよう祈願しました。早からに行けんから。早かった。初詣が終わると城に上がり今年の仕事始めです。初仕事は城内の散策で三十郎が動くと観光客もそれに合わせて動く人気ぶりです。三十郎に会いに来ました。ああそうですか、はい、会えてどうでした？とても嬉しかったです。とっても可愛くて幸せな一年になりそうです。あ、最高です。最高の一枚が撮れました。ありがとうございます。新型コロナの規制緩和と猫城主人気が重なり去年の入場者数は一昨年よりも4割以上増加しています。三十郎さん、今日の初出勤今のお気持ちいかがですか？久しぶりに城に戻れてとても嬉しいにゃんと。そうですね、殿も今年はうさぎ年ということでぴょんぴょん跳ねる飛躍の年になりたらいいなと申しております。休み明けで眠いのか今日は不機嫌そうな猫城主でしたが今年も招き猫となり多くの観光客を呼び込んでくれそうです。